はいどうも。今回もモダンでシセル星を回します。サイクリングカードがないのでマリガンです。またないからダブマリですね。シセル星を手札に引いてくると、大返しに札になります。初手にある時点でワンマリガンしてるようなものです。ただ、サイクリングから繋がるし、初期手札7枚必要かというとそうでもないです。一応サイクリングあるしキープで、引きたくないのでボトムに送ります。フェッチで混ぜない限りは引かないから、むしろ良かったと思いましょうか。ファスト置いてエンドです。コンボするだけなら初手7枚もいらないんですが、相手の妨害に対する対策を考えると必要です。エンジン追放で赤マナ。航路の作成で2ドロー1ディス。グリセルブランドを捨ててきました。リアニメイトですかね。こうなると意味物をなんとか引いてくるしかないですね。そういう問題じゃなく、何もできない手札になりました。土地置いてエンドします。このデッキ引き方よるとすごい弱くなります。強い時と弱い時の差が激しいデッキです。進行なき者あさり、さらに墓地肥やしていきますね。引き時期とシセル星をディスカード。キーカードが同じデッキですね。何もできないよりはマシかな。大爆発の魔導士で土地を割りに行きます。サイクリング引いて、意味物引いて、俗称引く。コンボ完成までかなり遠い状態です。相手土地置いてエンド。ひとまずサイクリング引いてこれました。メインでサイクリング。繋がってますね。大爆発引くかもしれないしもう一回メインで、俗称も引けました。あとはメインに2枚だけ入れてある意味物をなんとか引いてきたいです。相手と血止まったみたい。対象作るためにエンジンの指導霊普通に出します。航路の作成、土地引かれるかな。引き時期2枚目をディスカード。土地は引かなかったみたい。ひとまずパンチ。それから大爆発の魔導士キャスト。これでエンドです。ギルランショックインですね。予言によりを設置。あれでシセル星唱える方のようです。しかし今は唱えてこない。一枚捨ててるから持ってないってことはないと思うんですが。とりあえず殴ります。先にサイクリング。自分からは打てないです。とりあえず意味物引かないと。大爆発で土地割っときましょうか。これでエンドです。やっぱありますね。とりあえず解決。引き時期は1対墓地へ。詐欺師の総督。無限コンボ入りましたね。投了します。
サイクリング1枚でもあれば今やられることはなかったんですが、1枚は抱えておいた方が良かったみたいですね。さて、サイドです。グローサの掌握入りますかね。追加の獣は入るかな。意味物は絶対いりますね。一応叫び大口入れときましょうか。微妙かな。大爆発は全外ししましょう。相手3マナあれば動けるデッキのようですし。基本土地も多そう。掌握やっぱなしで、予言によりほとんどソーサリー扱いっぽいです。これで2本目いきましょう。先手もらいます。意味物あるけど、サイクリングない。マリガンします。意味物とサイクリングある、キープです。なんか初手にいつもシセル星ありますね。土地はもらいます。悪霊サイクル。引いてきたフェッチ置いてインドです。ギルランショックインから、ルーティングですね。総督とグリセルをディスカード。エンド前にフェッチ起動。ギルランショックインしてサイクリングします。悪霊メインでサイクリング。もう一枚。土地置いてインドです。航路の作成でさらに掘り進めてます。グリセル2枚目ディスカード。エンド前にフェッチ起動。ギルランタップインです。それからサイクリング。土地置いてインドです。フェッチセット。即起動。黒ショックイン。黒マナはリビエン待機用でしょうか。そしてインドですかね。意味物2枚目、妨害は完璧ですね。あとは、こちらから待機するかどうか。もう少し様子見します。待機してから続賞引いたら裏目になりますし。御用の復讐、グリセル対象ですね。では、意味物でグリセル2体とも追放しましょう。一本釣りタイプのリアニにはよく効きます。ドレッジとか同系に対してだと黒力戦の方が良いと思います。でも意味物は対処されづらいという利点もありますね。航路の作成で墓地肥やし。引き引き捨てて、一応総督とコンボ揃いましたね。しかし、意味物もう一枚あるので大丈夫です。引いてきたカードをサイクリング。獣でのバックアップもあるし、待機してこちらから攻めましょうか。予言によりをセット。
あちらから撃ってくれました。では意味物もう一枚で相手の墓地の生物を追放。まあこちらだけ墓地対策引いてますからね。リビエン解決。残り2マナでは対抗できないはず。待機した意味なかったですね。マナ使ったからこそ相手動いてきたから、意味はあったのかな。全軍パンチします。サクハクを意味物に、でも15点は通りますね。ここで相手投了、再度行きましょう。獣撃つ対象なくて意味なかった気もしますが、外したら相手の墓地対策でやられるので必要です。仲介かじりでも良いんですが、黒力戦だと困るので獣にしときます。スペースに余裕あれば両方積むんですけど、叫び大口いらなそうだから、仲介かじりに変えても良かったですね。この時は変更なしでこのまま3本目行きました。後手、サイクリング4枚。キープです。意味物引くまでマリガンするより、サイクリングして探しましょう。キルランから大祖師の遺産。仲介かじり必要でしたね。意味物ドローは良い感じ。こちらがある程度サイクリングしたら、自分から起動してほしいところです。ルーティングで墓地肥やし。リビエンと土地をディスカード。遺産あるから生物は落としにくそうです。エンドフェッチは持ち越しで、なるべくタップ追放を空振りさせます。キルランショックインしてエンドです。手札からルーティング。グリセルと土地をディスカード。御用で一本釣り。土地ないしどの道ここはサイクリングしないとダメなので、先にサイクリングします。タップ追放は土地で。赤黒ショックイン。サイクリング1回目。さらにもう1枚。意味物でグリセルとルーティングを追放します。御用空振りです。土地引くためにサイクリング。さらにもう一枚。土地を置いてエンドします。ファストランドをタップイン。土地を木の実でエンドですね。エンドジフェッチ起動。キルランタップインします。獣構えてエンドです。何もなければ遺産対象に獣を撃ちます。タップ
追放は土地で。予言によりを設置。一マナしかないですね。遺産対象に打つつもりでしたが、これなら土地対象に打ちましょうか。スタック起動されても土地割った上で、戦慄の対象が残ります。スタック起動されないなら普通に戦慄打てば良いですし。アンタップ土地を対象に打ちに行けもの。遺産起動されませんでした。ではメインで悪魔の旋律打ちましょうか。タップ追放は獣で。俗称からリビングエンド。相手にリビエンあるならリセットはされます。意味物持ってるので、相手のコンボでやられるってことはないでしょう。ルーティングフラッシュバック。グリセルと総督をディスカード。リビエンはなかったみたいですね。サイクリングしてますけど、すでに場で足りてますね。戦闘でフルアタック。勝ちです。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。このデッキ難しいです。回し方もそうなんですが、構築方法とサイド選択が難しいですね。相手の妨害1枚で止まるので、相手がどういう妨害を使ってくるか予想して、それに対する対策をきちんとサイドしないと簡単に負けます。あまり対策カードばかり積んでも回らなくなるので、必要最小限でサイドしないといけないのがさらに難しくしてます。そこまでやっても相手の引きによって裏目が結構ありますし。このデッキで5連してる人はどうやってるんですかね。デッキ構成についてはイフニルの魔人を追加しました。これでリビエン打った後の優勢を維持できる確率が上がったと思います。墓地対策は意味物のまま、黒力戦採用は見送りました。黒力戦価格上昇中で買い控えてるってのもあります。一応意味物継続は、魔人やリビエンとのシナジー期待してというのもありますが、大してシナジーしてない気がするので、あるなら黒力戦で良さそうな気がします。それでは今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。